で一番最初両足フックしたところからスタートしていきます。で相手は座ってるよって、で僕はあの膝ついてるからやっていきます。でこう相手に半身慣れちゃうとちょっとあのパスガードあのしづらいんで、あ、半身なんですけど、この相手の背中をあのつけさせたいん でまず倒していきます。で自分の相手が、僕の頭の下にあるときはちょっとあの倒しづらいんで、なんで相手のこうあの胸、相手の胸にこうあの自分の頭をつけてみましょう。であの倒していきます。なんで一回下がってもらって、で頭の中から入れてしまって、あの、後頭部っていうかこの、あの、まあ、自分の頭が相手の胸に当たるように、そしたら押していってもらって、押しながら前にドライブして、相手の背中がこう肩がバッといって、もしこう普通のバタフライの場合の場合は、自分が1回下がって相手のバイセップもあのプッシュする、押しながら相手の背中をあのバットをつけていきます。でここからパスガードしていきます。で一番最初はこの自分の膝と自分の肘がつけるようにしてください。これが離れちゃうとまたもう一回バタフライつくられちゃうので、上から上に持たれたりとかしてこういう感じで返されちゃうので、なんで返されないようにしっかりと自分の肘とあの自分の膝がつくようにしていきます。そしたら、次ですね、自分の手のひらは、マットつくようにします。マット付きようにしまって、両脇あのしっかり締めるようにします。で、あの崩されないようにします。で、一番最初、ジャンプして、相手の横突く、パスガードしていきます。ここまで来たら、つま先立ちになってます。つま先立ちから、自分の右足を、下にキックしていきます。で、あのキックするときに自分の膝が開いちゃうと、こう、あのまたぐときにあのフックが効いちゃうんで、なんでまたげなくなっちゃうんで、なんで真下にまっすぐ自分 あの飛び越えた方側の足は真下にあのキックしてください。絶対膝はあの開かないです。まっすぐあの右足伸ばしながらあの左足でジャンプしていきます。左足でジャンプしながら腰キックいきます。ここからいきます。左足でつま先でジャンプしながら右足をまっすぐ伸ばしながら、でまたやります。で下の人にはあのフックちょっとあの控えしてもらいます。あのこの足を伸ばしてあのフックを外れないんですよ。ここまで来たら、左足でジャンプしながら右足を思いっきり、真下に伸ばしながらちょっと左から行きます。こういう感じです。で実際こういう感じでその外れなくても OK です。これぐらいちょっとこういう感じ、あの引っかかってる、あの先端がつま先が引っかかると次は、左側にちょっと腰切っていくとこの足抜けてくる。絶対全部抜けなくてもいいんで、理想は全部抜けないんですけど全部抜けなくてもいい。大事なことは自分の太ももに相手のつま先の先端がかかってると、こういう感じになると少し腰関節だけでもこの足抜けてくるんで、ただ大事なことは膝裏にこういう感じかかっちゃうとこれはもう抜けないんで、なんで真下にまっすぐなんかジャンプするんです。で大事なことは真下にキックしながらでジャンプして腰を、ジャカレする感じですね。肩腰キック、はい、で今ちょっと引っかかってるんです。この状態できたら、腰こうするとこの足抜ける。あと左側のアップに抜ける。そしたら次、自分の、右膝が相手の足の方に来るように、もう一回戻していきます。ここで相手の膝、太ももで相手のこの足の方が来るようにしていきます。で、大事なことはしっかり、両脇締めるようにします。ここまで来たら次、左手で相手の膝、押していきます。下に押しながら
同時に、ジャカレしていく。どうするかというと、左の膝を立てるようにしながら、右の足はスクロールしていく。この形作っていく。大事なことは、自分の右の腰側、相手の、上側、右側のこの、あの膝の横ぐらいに体重が。これが、これぐらいだと、あの膝立てられちゃうと、ちょっとバランス崩しちゃうんで。なんで、膝を押しながら、膝の前のぐらいに自分の、あの腰が当たる。ここまでから、自分の右の膝をスライドします。上にスライドしながら、最後は自分の左手が邪魔なんです。左手取った時に、同時に自分の、あの右の膝が相手の腰に当たる。で、クロスフェイスして、もう大丈夫。もう一回いきます。一番最初は寝かしにいきます。一回下がってもらって、押しながら、相手の頭の下に自分の頭を入れて、押して倒す。と同時に、前にあの自分が進んでいく。で、肘と膝がしっかりつく。で、固定していきます。これやりたら、次自分の、あの手のひらが中。マットついたらつま先です。そしたらあとは進行方向、もしあの左向いたときは左側にジャンプしていきます。自分の右足をまっすぐ伸ばしながら左のつま先でジャンプして、左側にちょっと腰切ってください、はい、で実際ちょっと服効いてるんです。つま先が服効いてるぐらいのときは、ちょっと左側に感じます。こうするとこの服切れる。切れたら次は、左に膝つきながら次自分の右足を前に進んでいきます。膝が曲がるように。こうすると相手のすね、に自分の腹がつく。お腹つけるように。で、両脇しっかり締めて。ここまで来たら次、左手で相手の膝を押しながらジャカレしていきます。大事なことは膝の横ぐらいに自分の右足の腰がしっかりついて、膝を押しながら横に歩いて、膝をスライドして、ここまで来ると自分の手が邪魔、ここまで来たら自分の手抜きながら膝を上げていく、クロスフェイスしてパスガード。じゃあこれやっていきましょう。パスガードやっていきます。で、ここまで来ちゃうと、もうちょっと厳しいです。ただ、まだパスガードできるんで、まあ、簡単なやつやります。まあ、有名なやつはよくあるのは、このベルト掴んでください。アンダーフックされた方がいいです。アンダーフックされてる。オーバーフックじゃなくて、下から脇刺されてる。で、相手のベルト掴んで。で、掴んでったら、相手の、近い方のズボン。キャッチしていく。相手の、下側の、アシスト。で、これも捕まえてるんで、自分のこれも捕まえちゃっていて、と同時に相手の、頭の下に自分の、頭を入れていきます。なんで、どっちかっていうと、先に自分の、頭を入れていきます。で、持っちゃうとちょっと入れづらくなっちゃうんで、最初に少し自分の頭、左側にスライドしながら、頭、相手の下に入るようにしていきます。ここだとちょっと難しいんで、一回手をマットつきながら反対に行きます。ここまで来たら、ズボンつかみます。ここまで来て、キャッチサイドに。そしたら、あとは回しでいきます。自分のベルト、相手のベルトと、左足を回すようにしていきます。いいよ、これ。もう一回行きます。アンダーフックサイド。ただ相手にまだ引き手は捉えてないようになります、相手のベルト持ってもらって、ちょっと手つきながら左向いてって頭下げていくと入りやすい。頭入れていく、相手のズボンをキャッチして、そしたらあとは回しくらいです。ハンドル回すようにしまって、ベルトと相手のズボンを、右方向に回して、で、横に。じゃあ、これをやっていきましょう。